子供の頃憧れたヒーローの必殺技や魔法を実際に体を動かして打つゲームが注目を集めています。このゲームは波動ミーディープ社が開発したもので、腕にセンサーを装着し、頭にレンズとスマートフォンが取り付けられた装置をかぶります。するとセンサーの動きに合わせて画面が動き出します。そして腕を振り下ろすと、画面上に現れたモンスターに向け技を発射します。また敵の攻撃はしゃがんだり体を反らしたりして避けます。見た目には分かりませんが、プレイヤーは目の前の敵と激しいバトルを演じています。さあ、お父さん必殺技です。1番の子も必殺技が出ます。ゲームとはいえ、本当に戦っているかのように体を使うハードな競技。最後はパワーを貯めて必殺技を繰り出し、モンスターを倒します。まあ、勝ちたい一心ですね負けず嫌いなので、こういうゲームだとどうしてもテンションが上がってしまいます。いや、ちょっと新しい経験でちょっと楽しかったです。思った以上に体を動かすんで、やってて楽しいです。もう夢中になる感じで、本当になんか自分から炎が出てこうモンスターを倒している感じがしてですね、本当にこう想像してたのがこう現実になってきたなという感じがします、はい、この日の体験イベントの主催者で会員制サービスを手掛けるベネフィットワンは、親子で楽しめる遊びとして注目しています。親子で楽しめるようなイベント作りといったものを、今年からですね、手掛けていこうかなと思ったところで、今回この波動というですね、面白い企画と出会うことができましたので、そこで、その第1回としてですね、このイベントとして開催いたしました。ミーディープ社はスポーツが苦手な人でも楽しめることから、新しいスポーツとしての普及も期待しています。子供の頃からこう漫画やアニメをいろいろ見ていて、どうしてもカメハメハ打ちたりとか、こう魔法を使いたい、そういう夢があったんですね。それなので、それを実現できる仕組みが作れないかというので考え始めて作りました。やはり今体を動かしてこうバーチャルの体験ができるという新しい体験なので、それを使ってどんどん競技として盛り上げていきたいなというふうに思っています。で、今後ですね、スポーツ競技として、大会を開いて、2020年には東京オリンピックがありますので、そのタイミングで国際大会ができるようにこう盛り上がりを作っていきたいなというふうに思っています。